パリでは夜間の外出制限が完全に解除になりました。今夜の23時半です。トロカデロのカフェにはかつての見慣れた景色が戻ってきました。そして解除になって最初の午前0時のシャンパーニュフラッシュです。それから3日後の夜21時以降のパリ市内のテレビのないカフェです。対してこちらはテレビのあるカフェ。今4年に一度サッカーの欧州チャンピオンを決めるユーロ2020が欧州数カ国での分散開催で行われています。映像でも分かるようにスタジアムによっては入場観客数が5万人を超えているところもあって、東京オリンピックの現状収入としては若干恨めしく思うところもあります。ちなみに世界のサッカー界ではオリンピック大会のサッカー競技は残念ながら全くと言っていいほど重要視されていません。それにしてもこのオリンピックって一体誰のための大会なんだろうって最近思います。この日フランスはポルトガルと引き分けました。パリの夜はこれからますます長くなりそうです。こんにちは、ケイスケです。これからサントギュスタン教会のすぐ脇を通るマルゼルブ通りを北の方に歩いていこうと思っています。このマルゼルブ通りはパリ郊外から市内に通勤する人々がよく通るので交通量の多い大通りです。そこにまた国旗を掲げているところがありますよね。ここはパリ8区の区役所です。この扉、2つの無表情の女性の顔の彫刻とドラゴンの取っ手って、見方によってはちょっとホラーチックというか怖くありません？よく映画でドアをノックしたらこんな感じの彫刻の女性の顔に名前を尋ねられたりする場面ってありますよね。それにこんな感じのドラゴンが牙を見せて威嚇したりするじゃないですか。このフランプリというスーパーは流通大手カジノグループの子会社で、同系列としてモノプリ、リーダープライスといった店舗ブランドがあります。この辺りは車の交通量は多いんですけれど、あまりお店はないので人通りも多くはないんです。いわゆる面白いものはないかもしれません。まあでも適当に歩くのが散歩なのでいいですよね。なんて思っていたら反対側に大きな牛のフィギュアが出ている面白そうなお店を見つけました。で、この牛の模型を写していたら、その牛はうちの店のスターだよって気さくなお兄さんに笑われながら言われてしまって、でもそれがきっかけで店内を撮影しても構わないとおっしゃってくださったんです。このお店、いわゆる高級食材のお店でした。この男性はどうも常連さんのようです。ちょうどイベリコを切るところだということで撮らせてもらいました。日本の刺身包丁のような包丁で薄くこんな風に削いでいくんですね。イベリコ豚って本当に美味しいじゃないですか。だからもう見てるだけで唾液が出てきそうな感じです。僕的には本当にガン見してたつもりはなかったんですけれど、イベリコ試食するって聞いてくださって、もちろん即答しました。まあ多分でもガン見してたんでしょうね。ということで店内にお邪魔します。ジャンボンヒューメというのはスモークされたハムのことです。どれも本当に美味しそうだと思いません？この塊で買うっていうのがいいですよね。それにこのハムの色がまたいいんです。お店の天井には鹿の角でできたシャンデリアと、
生ハムがぶら下がっています。これアベロンの豚って書いてあるんですけれど、アベロンは僕が昔いた南フランスのモンペリエから車で内陸側に2時間程度のところにあります。これはソシソンという豚肉で作られた乾燥ソーセージです。日本でいうサラミですかね。薄くスライスしてお酒と一緒につまんだりします。これとか美味しそうですよね。もう全部味見したい気分です。このソシソには高級なセップダケが入っています。そしてこれはハーブ風味のソシソのようです。このナチューフというのは何も入っていない普通のソシソです。この周りについている白い粉を見ると日本の切り干し芋をすぐ思い出すんですよね。切り干し芋も美味しいですよね。他にはワインやいろんな種類のチーズも置いてあります。僕はそれまでパンとかチーズとかめったに食べたことがなかったのに、豆腐当時居候していた先で毎晩のように食後このロックフォールとバネットというパンを食べていたことがありました。パンとチーズってこんなに美味しいんだって衝撃でしたね。フランスって本当にたくさんの種類のチーズがありますよね。この冷蔵の棚に並んでいるのはフォアグラです。このフィギュというのはイチジクなので、イチジクの入ったフォアグラということですよね。他にはアベゴンの地ビールに、アベロン特産のイチゴやイチジクのジャム、あ、これはシナモン風味の洋梨のジャムって書いてあります。どんな味なんでしょうね。その他にもアカシア、ライムツリー、栗風味なんかの蜂蜜も揃えていました。どれも気になりますよね。ということで、さっき店頭でお兄さんが切っていたイベリコを買わせていただきました。本当に感じのいい店員さんたちなので、ぜひ機会があれば来てみてくださいね。大きな牛のフィギュアが目印です。もう一度お店の外観をお見せしますね。気温はさほど変わらないんですけれど、パリの最近の湿度は 60% 前後、そして日本は現在 90% 前後です。結構違いますよね。向こう側に見えるのはモンソー公園の入り口です。この小さな門だけを見てもわからないんですけれど、この公園実は8ヘクタールもあるので、パリ市内では大きな公園の一つなんです。今回はこの公園には入らずにもう少し進んでみようと思います。チェーン店のモンソーフラワーです。パリには19店舗もあって、フランス国内では170店舗を展開している大手です。それにしてもバラの色ってこんなにあるんですね。2019年ある会社が行った調査によると、フランス人の 80% がバラを好んでいるそうです。でも逆に嫌いな方っているんですかね。僕は桜がバラ科だって知ってから少しバラのイメージが変わりました。あとバラにはどれぐらいの種類があるのかなって思ったら、園芸品種を含めると現在では約2万以上の品種が確認されているそうです。これってアジサイですよね。じゃあ行きましょうか。向こう側に渡りますね。モンソーフラワーの交差点を渡ったら、またバラ専門店がありました。これはバラ専門のチェーン店で、フランス国内ではパリの7店舗を含む計36店舗を展開しています。日本にいる時は花屋さんを意識して見たこともなかったので、どういった花が売られていたのか全く覚えていないんですが、フランスでは毎年6億本のバラの苗や切り花が販売されているということです。あそこの部屋は外のベランダにツルの植物が生い茂っています。今日の日差しは程よい強さで、肌も痛くありません。この辺りの交通量は決して少なくはないんですけれど、割と閑静な地域です。町の建物の高さに制限があることに加えて、
電柱と電線がないのも空が広く見える要因だと思います。今日はいい天気ですね。向こう側の建物ちょっと変わってますよね。かなり遠くから見ても目立つこの建物、一体何だと思いますか？これ実はもともとは個人の邸宅だったらしいんです。でその後フランス銀行の支店として利用されて、現在は欧州初の経済博物館になっています。ちなみにこの建築様式はネオルネッサンス様式と呼ばれているそうです。もう少し進んでもう一度反対側に渡ろうと思います。デュマという名前を聞いて何か思い出すことはありますか？ここには3世代にわたるデュマ家に関連したモニュメントがあります。一つは三銃士を書いたアレクサンドル・デュマ、そして椿姫を書いた息子のアレクサンドル・デュマ、それからその祖父で軍人であったトマ・アレクサンドル・デュマ将軍です。これは奴隷の鎖をかたどったモニュメントです。なぜこんな場所にって思いますよね。というのもこの父子ともに有名な作家だったデュマさんの父、もしくは祖父にあたるデュマ将軍は、実はハイチで奴隷の子供として生まれていたんですね。そういった経緯があって、ここに奴隷制への戒めと教訓、そしてデュマ将軍を追悼する目的でここに設置されたようです。それにしても奴隷の身分で生まれたのに将軍にまでなって、おまけに息子と孫は有名な作家って、事実は小説よりきなりとは言いますけど、とてつもないストーリーですよね。なんて思いながら歩いていたら、たくさんの犬が戯れていました。全部で20頭ぐらいはいるかと思います。この黒い子犬、ちょっと緊張しているみたいです。新入りなんですかね。なんとなく眺めていたら、見覚えのある犬がいて、柴犬だったんです。この象、最上に鎮座しているのが三銃士を書いた父親のアレクサンドル・デュマ、そしてその下では読み聞かせる女性の両脇で労働者と青年が熱心に耳を傾けています。ということで、メトロマルゼルブの入り口までやってきました。この正面にはソルボンヌ大学の文学部があるんです。2世代にわたる作家アレクサンドル・デュマに馴染みのある場所だから、ここに文学部があるんですかね。実は僕は高校は理系だったのに、サッカーが終わったら中高どちらかで国語の教員にでもなろうかなって思って、大学は文学部に入って免許だけは取得したんです。だけど気がつけば全く違う道を歩んできました。だから本当に先のことなんてわからないですよね。今は一日一日を健康に楽しく、多くのことを学びながら過ごせていけたらいいなって思っています。ということで、明日もいい日になるといいですよね。それではまた。